はい、皆さんこんにちは。ラクトペンタブののぶです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関することを毎回一つテーマを決めて配信しております。私は映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、本日のテーマもタップダンスでいきたいと思います。皆さん方のタップダンスライフに少しでもお役に立てればと思っております。動画の進行は概要欄の方に書いております。そしてですね、もしこの動画が良ければチャンネル登録、評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。それでは毎日少しずつコツコツと10秒ショートコンビネーションチャレンジ、今日も楽しんでいきましょう。よーい、スタート。はい、それでは本日のステップいってみたいと思います。はい、せーせーのー。それではステップの解説いきたいと思います。私、右足のストンプから始めさせてもらいます。今日のステップはですね、同じことを3回、まあ、左右反対ですけども、同じことを3回やってブレイクといった形になります。ですので、ね、覚えることは大したことないんじゃないかなと思います。それでは覚えることはここだけですね。いきます。右足のスタンプ、ヒール、スタート、バックラッシュ、ステップ、ストンプール、ステップ、このパターンです。まあ、右足でやってますけども、これ、あとは左足で同じことをやります。もう一回いきますね。やることを、ドン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 です。いきました。せーの。ダン、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 ダン。となります。で、リズムが、タッタ、ティッティ、タッタ、タッタ。となります。せーの。タッタ、ディッティ、タッタ、タッタ。となります。そしたら今左足上がってますので、全く同じことが左から始まるだけです。タッタ、タッタ、ディッティ、タッタ。そしてもう一回右に行きます。タッタ、ディッティ、ディッティ、タッタ。となります。要は右から始めて左行って右ですね。はい、そこだけ行きましょう。はい、シックスの1回目から、ダッタ、ディッティテ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 ィッ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 ティ左から6レステップですね。タラララララ。そして最後スタンプを置きます。最後のところですね。最後左足が終わってますので、タラララララララ。というふうになります。ちょっとね、区切りすぎたので、一回右足バージョンをやりますね。頭から、ファイブ、シックス、セー、ノ、ハハ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 ハ。ハハハハ。そしたら今左足が多分上がって終わってますので、これもう今度はね、全く今やったことの左足スタートが始まります。もうね、全部一挙にいっちゃいましょう。同じことなので、5、6、せーの、ダッティ、ディディッティダ、アー、ディディッティダ、アー、ディディッティタカタタカタダ。5、6、せーの、ダ、アー、アー、あたああたた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 となります。これで今回のコンビネーション以上になります。まあね、右足バージョン左足バージョンを繰り返していくということになります。それではちょっと早く練習いってみましょう。はい、シックスセーノー。はい、せーの、
せーの。せーの。となります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは曲でいってみましょう。はい、それでは曲でいってみたいと思います。はい、6、せーの。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、何度もチャレンジして楽しんでいっていただければと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバーイ。はい、それでは本日のおまけのコーナーまで見ていただいて誠にありがとうございます。今回のステップのワンポイントコツいきたいと思います。今回ですね、まあ、ワンポイントコツというよりかもですね、このティッティ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 っていうこのスイングのリズムでですね、自分なりになんかいろいろステップを作ってもらえたらなと思ってます。ではこのスイングのリズム、っていうみたいな感じで、この3回やって最後のところは自分でいろんなブレイクを作ってみる。今回ですね、タララララララみたいなことありましたけども、タララララララみたいな感じでもいいと思うんですよね。タッタティッティ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 みたいなことをやってもいいと思いますし、なんかこのなんかね、これすごくリズム的にも作りやすい感じじゃないかなと思います。ステップ的にもね、そんなに大変なところは入ってませんし、速くもありませんので、ぜひね、この、ガーン、あー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 で、アクセントも結構乗りやすいところになるんじゃないかなと思います。ダーン、ティッティダーン、ティッティダーン、ティッティダーンってみたいな感じで、スイングのリズムにですね、心地よく乗って、自分なりの最後のブレイク、いろいろ、工夫してオリジナルのリズムコンビネーションを作ってもらえたら嬉しいかなと思います。すいません、なんかコツというよりかは今回のステップの狙いになりましたけども、ぜひね、自分のオリジナルのコンビネーション作って楽しんでいただければと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ。